こんにちは。今日もナルト英語バージョン66巻の中から英語を紹介しますね。160ページです。カカシがナルトに対する思いを言ってます。ナルト、You never waver。ナルト、お前は決して迷わないですね。カカシ先生は、ナルトに対する評価は高いんですね。この waver っていうのは揺れるとかぐらつくっていう意味で、の意味です。